どうも皆さん、こんにちは。キーボーディストの歌のシカです。今回はよく使われるリハモや僕のお気に入りのリハモを厳選して3つお教えしたいと思います。まずリハモとはリハモナイゼーションを略した言葉で、元あるコードを別のコードに変えることを言います。そうすることによってよく知っている曲でも違った雰囲気で楽しめることができる手法です。ところで皆さん、セッションに参加した時にこう思ったことありませんか？全然違うコード弾いてるけど、何それ、かっこいい、なんか自分からリハモのアイデア出したいな。大丈夫です、解決しましょう。厳選した3つのリハモを用意しているので、この機会にリハモの引き出しを増やして、セッションや作曲、アレンジなどでぜひ試してみてください。それでは早速見ていきましょう。レッツミュージック。まず1つ目、一発物は4と7を使え。ファンクセッションでは一つのコードでセッションすることが多いと思います。それを一発物と言います。一つのコードだとうまく盛り上がらなかったり、なかなか展開を作るのに苦労しますよね。そこでぜひ使ってもらいたいのが4と7です。 C7 一発で実際に演奏してみますね。どうですか、ガラッと雰囲気変わりましたよね。好きなタイミングでヨドセブン弾けるので、リハモ初心者の人にはおすすめです。ちなみにヨドセブンはマイナーの一発ものでも使えます。このようにマイナーコードの時はマイナーコードで当てていきましょう。で、アドリブで使えるスケールは元のコードのペンタそのままで使えます。まず1度セブンス、これは C7 スで C マイナーペンタを当てます。 F7 ス、4度セブンス、ブルーノートとか入れると思います。このリハモの注意すべきところは、ベーシストに伝わってなんぼのところがあるんですよ。ベースががっつり4度に行くことによって成り立つので、事前にベーシストに伝えましょう。例えば目が合えば4度を弾いてくださいや、右手のこの4の形を出したら4を弾いてくださいなどの伝え方があります。一手はかかりますが、そのセッションでの演奏は劇的に展開できること間違いないでしょう。続きまして2つ目はサブ5を活用せよ。サブ5は裏コードとも呼ばれています。サブ5とは通常の5-7と同じ機能があるんですが、その関係を例えるとしたら、5-7が光の世界、サブ5が闇の世界といったところでしょうか。そんな響きのするリハモテクです。例えば251をキー Eb メジャーで Fm-Bb7Eb で解説していきます。通常はこのような響きがします。はい、これが光の世界のサウンドです。では闇の世界覗いてみましょう。これが闇の世界です。ゾクゾクしますよね。この場合元の5-7が Bb7 なので、サブ5にすると E7 になります。 E7 の構成音は下から E Gb Bb。 これを元の Bb7 から見ると、 Bb7 下から Bb Ab で E7 ですね。まずシャープ11、 Gb が Bb7、 B が Bb9、 D が
サード。このようにボルトアウトテンションがてんこ盛りなんです。しかも追加コンテンツとしてサブ5のインセブンスにボルトアウトテンションシャープ9やフラットサーティンスを入れると、その音は B フラット7に対するサーティンスやナインスの音になるんです。インセブンス、シャープ9、フラットサーティンス、この音が B フラット7に対するナインス、サーティンスなるんです。これは E7th が 5th、 Bm-E7th、 Am-Aの 2-5-1 でも使えて、その場合サブ5が Bb7th になるので同じボイシングが抑えられます。つまり1つのセブンスコードで2つのボイシングができちゃうんですよ。やばくないですか？やばいでしょ。一石二鳥ですよ。1つ目のリハモとは違ってベーシストに伝えなくてもできるリハモなので、どんどん使っちゃいましょう。そして最後の3つ目はマイナーセブンス一発は王道456。最初の1つ目でも一発物でできるリハモテクをお教えしたのですが、なんと最後にとっておきを持ってきました。セッション定番曲のカメレオンを用いて説明していきます。通常はこんな感じでテーマが進みますよね。それでは456を入れるとどうなるか見ていきましょう。いやー、これめちゃくちゃ使える。でも456って B フラットマイナーから見たら E フラット、F、G フラットじゃないのって思うじゃないですか。その通りです。なんですが、悪くはないのですが、もう一息欲しいと思いません？この3つ目で紹介している456は一度平行調に行った時の考え方です。 B フラットマイナーの平行調は D フラットメジャー、 B フラットマイナー、 D フラット、B フラットマイナーから見ることもできるのですが、その場合フラット6、フラット7、一度マイナーと言うんです。こちらはあまり聞かないですかね。456の方が言いやすくて主流です。このリハモはセッション中にここぞという時に使うと爆発的に盛り上がるので、ぜひ実践してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は3つのリハモを教えしました。1つ目、一発物はヨドセブンスを使え。2つ目、サブ5を活用せよ。最後3つ目、マイナーコードでの一発物は王道456。以上3つのリハモテクを覚えてセッションで試してみてください。このリハモから新たにソロを展開することができるので、必ず盛り上がること間違いないですし、何よりあなた自身が絶対に楽しくなります。今回の動画が役に立ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして Twitter と新しく Instagram 始めました。 YouTube 情報やセッション動画などちょくちょくアップするので、よかったらフォローしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。